このような経験をしたことがある方いませんか？例えば初めて買う商品を2つ買って1つ食べた後に好みのものではなくもう1つを捨ててしまったり、購入したものの忘れてしまい気づけば賞味期限が切れてしまったり、このように捨てられてしまう食品に私たちは着目しました。食品ロスは日本で現在600万トンも排出されています。その600万トンのうち 46% は家庭から出される食品ロス、すなわち家庭系食品ロスです。家庭系食品ロスには食べきれなかったものや忘れられたまま賞味期限が過ぎてしまったもの、もらったもので食べられないものなどいろいろあります。これらの問題を解決するために私たちは食品ロス収集車というビジネスを考えました。このビジネスは今後捨てられるであろう家に余っている食材を回収し、その食品を販売するというものです。回収する食品の条件は未開封、賞味期限が1ヶ月以上、常温でも大丈夫なもの、包装が破れていないということです。例えば缶詰、缶物、お菓子、インスタント食品、レトルト食品、調味料、飲み物などが挙げられます。類似ビジネスとしてフードドライブというものがあります。フードドライブとは家庭で余った食品を集め、その食品を福祉団体や生活支援を必要とする個人などに寄付をするというものです。回収方法はアプリで、現在家にこのような商品があるから何日の何時頃に取りに来てほしいと申請をしてから私たちが回収しに行きます。2つ目は回収した食品の使い道です。フードドライブでは回収した食品は無償で寄付するものが多いのですが、この仕組みでは低価格で販売します。販売方法は移動販売になります。移動スーパーをイメージしてもらうと分かりやすいと思います。回収した時に使った自動車で販売も行います。販売価格は賞味期限によってこのように決められます。以上で発表を終わります。